ラトビアの歴史という形でございますけれども、まあ、現在ですね、このラトビア、に人が住み始めたのが、まあ、紀元前2000年頃と言われております。まあ、紀元前1世紀ぐらいですね、の頃にはリーブ人というですね、方が、住んでおりまして、あとは、まあ、北の、シベリアの方ですね、まあ、バルト海に面します、まあ、リガ湾、まあ、つまり皆様の右手の方にありますリガ湾ですけれどもね、このリガ湾、付近にですね、住んで、移住してきたと言われております。そして、まあ、紀元後、3世紀頃ですね、その初頭には、まあ、バルト地域、そして、まあ、フィンランドに暮らします人々が、まあ、ゴート族ですね、これ、まあ、フランスの方みたいな民族ですけれども、まあ、ゴート族に、支配されていきます。そして、まあ、4世紀頃には侵入してきましたフン族ですね、フン族に支配されまして、まあ、さらにスラム人もですね、まあ、東の方から侵入してきたと言われております。まあ、800km、まあ、南東にありますウクライナ近くまで、ね、まあ、こういったスラム人とかも、広い地域に住んでいたと言われております。まあ、そしてですね、まあ、ラトビア人でございますけれども、まあ、そういった狭いバルト地域にですね、移らざるを得なくなってしまいます。まあ、そういったいろんな、ね、民族が攻めてきたという形ですね、でございます。ラトビアと呼ばれるようになったのは、まあ、つい最近のことでございまして、まあ、この地域に住んでおりましたラトカルイ族っていうですね、ラトカルイ族っていうですね、民族に、由来すると言われております。まあ、長らくですね、まあ、この今現在いるラトビアというところはリーブ人の居住地ということでございまして、いう意味をありまして、こうリボニアですね、リボニアというような名前が付けられておりました。まあ、この地域のですね、人々は、まあ、自然崇拝に基づきますこのラトビア神道というですね、呼ばれる信仰を保っていきました。しかしですね、まあ、1201年、まあ、ブレーメンの方から参りました、まあ、北ドイツの方ですね、から来ました、アルベルト司教が率いますドイツ騎士団ですね、ドイツ騎士団によりまして、まあ、典型的なキリスト教化が推し進められます。そして、まあ、リボニア連盟というものがですね、創立されまして、まあ、現在、ラトビアの首都リガがですね、この後、この頃に、建築されたと言われております。まあ、このドイツ騎士団によります、まあ、キリスト教化の過程でございまして、まあ、最初にですね、この地に住んだリーブ人の、数が激減したと言われまして、まあ、以後、この地の、主要民族がラトビア人となってまいります。まあ、しかしですね、実効支配というものを握ったのが、まあ、それ以降にやってまいりました、ラトビアに残った少数派のバルト・ドイツ人というですね、方だったと言われております。時代は大きく流れまして、まあ、16世紀にですね、大きな転機が、訪れます。まあ、1557年、まあ、リボニア連盟、そして、まあ、ポーランド・リトアニア連合ですね、は、こういった安全保障条約というものを結びます。しかし、このロシアのイバン大帝はですね、まあ、この条約は、まあ、リボニアによります、まあ、敵対行為という形で見なしまして、まあ、リボニアに軍を進め、リボニア戦争というものが始まります。まあ、この戦争はといいますと、まあ、バルト海の、そういった利権をですね、争いと深く関わっておりまして、まあ、勢力を伸ばしたいロシア帝国、まあ、それを防ぎたいリボニア、ポーランド、リトアニア連合ですね、そして、まあ、スウェーデンとの戦いと言われております。まあ、この戦争は大体20年間ですね、至ったと言われておりますけれども、この戦争でロシア側がですね、敗北いたします。しますと、次のですね、こういった利権問題はですね、まあ、スウェーデン、そして、まあ、ポーランド、リトアニア連合の間で行われるようになります。まあ、そしてその舞台となったのが、この2カ国の間に位置します、このリボニアと言われるところでございます。
スウェーデンはですね、このリボニア戦争の最中、まあ、リボニアに侵攻しておりましたが、まあ、すでにですね、まあ、この地域の、スウェーデン側はですね、まあ、リボニア戦争の最中、ごめんなさい、すでにですね、この地位を支配しておりました、まあ、当時の、同盟国であります、まあ、ポーランド・リトアニア連盟にですね、支配を委ねておりまして、まあ、撤退していたと言われております。まあ、しかし、ロシアの勢力が、まあ、敗戦により、まあ、小さくなってまいりまして、またこのリボニアの王位継承権というものをめぐりまして、まあ、やがてスウェーデン、そして、ポーランド・リトアニア連合というの国がですね、まあ、対立を、始めます。そしてスウェーデンはですね、1605年、リボニア侵攻というものをですね、始めます。まあ、当初ポーランド・リトアニア連合のですね、まあ、圧倒的な軍事力を前にですね、このスウェーデンは押され気味だったと言われております。しかし、国王であります、グスタフ2世ですね。このグスタフ2世さんは、神聖ローマ帝国ですね、各地を視察しまして、まあ、スウェーデンの国政または、軍事改革というものを行います。そして、まあ、こういった、改革を終えましたスウェーデンでございますが、1621年、再びリボニアに侵攻いたします。1505年当時にはですね、そういった、滑落することをできなかった、リガですね、リガの町を、まあ、数週間で攻略いたします。まあ、そしてそのままの勢いでこのリボニアの大部分を、征服したと言われているんですけれども、まあ、全土の征服はできなかったと言われております。まあ、この戦争はこのまま終わりまして、1629年のですね、まあ、休戦協定というものによりまして、まあ、大部分はスウェーデンに、そして南の一部分が、ポーランド・リトアニア連合に分割されたと言われております。スウェーデン統治下に置かれましたこのリボニアでございますけれども、まあ、スウェーデン同様にですね、まあ、プロテスタントか、キリスト教がプロテスタントか、来ていきます。スウェーデンからですね、まあ、総督が、派遣されまして、まあ、年を得るごとに、まあ、影響力は増していったと言われておりますが、まあ、この地域の事実上支配はドイツ騎士団の後にですね、まあ、この土地方に住むようになりました、まあ、バルコ・ドイツ人と言われております。まあ、さらにですね、このリボニア最大の町でありますリガでございますけれども、まあ、バルト海の重要な港となりまして、まあ、ストックホルムに続きまして第2の町として発展しております。そして1680年、スウェーデン王のカール11世はですね、このバルト・ドイツ人の、強い反発を受けながらも、絶対王政によってですね、まあ、このリボニアを直接の、統治下に、置いております。まあ、この時にですね、まあ、最も強く、反発したのはバルト の貴族ヨハン・ラインハルト・フォン・ハルクというようなことでございます。このカリットさんという方ですけれども、弾薬罪ですね、を言い渡されてしまいまして、若手に逃亡しておりました。まあ、執念深かったと言われます、このカリットさんは、まあ、逃亡先であります、まあ、スウェーデン敵対する国々を集めまして、まあ、北方同盟というものを、締結いたします。まあ、そしてですね、その翌年であります1700年からですね、第、北方戦争というものが、始まります。まあ、戦争初期であります、ところの時ですね、まあ、スウェーデンは、エストニアに対しまして、まあ、ロシア軍を撃破、撃沈、さらに、リガですね、リガにてこのポーランド・リトアニア連合というものも破っております。
しかしですね、このスウェーデンが、まあ、ポーランド・リトアニア連合との戦争に、まあ力を注いでいる間にですね、このロシア、旧ソ連は、力を立て直しまして、まあ、反撃に、出ます。これによりまして、このスウェーデン優位の状況が一変いたします。1721年に、戦争は終わりまして、まあ、同時にですね、このスウェーデンのバルト海支配というものも終わります。そして1721年、まあ、同年にですね、このロシアは帝政となりまして、北欧のエリアですね、まあ、最強の国家として、君臨することになります。そしてまあ18世紀になりますと、こういった、大北方戦争ですね、今北の方の戦争、まあ、そしてまあポーランド分割などの、煽りを受けまして、ラトビアはですね、ロシアの支配下に置かれます。まあこの時代のですね、このリボニアの、農民は、農民、そしてまあ奴隷と農民をしながら奴隷のね、ような形、まあ農奴としてですね、非常に、酷使されておりまして、1820年代のですね、農業危機によりまして、まあ、根本的な改革が必要となってまいります。まあ、そのためですね、早い段階で、農奴解放というものが行われておりまして、まあ北とかあと東の方ですね、の、ヨーロッパエリアではですね、まあ、珍しく、まあ、順調に資本主義経済、そしてまあ市民社会の形成がなされました。まあ、それが、ラトビア人の、まあ、知識人ですとか、あと民族主義者という方を、まあ、生む背景となっております。まあ、その間もですね、そのロシア化政策というものが徐々に進められておりましたけれども、まあ、ラトビアにおきまして、まあ、逆にですね、自国文化の覚醒が起きております。19世紀後半でございますけれども、まあ、ラトビア人とね、自分たちはラトビア人だぞという自覚を持つようになりまして、まあ、ラトビア文化というものが、花咲きます。まあ、それに対しましてロシアは、激しい、まあ、ロシア化政策というものを取りますけれども、まあ、それはラトビア人の独立心をさらに高めていくものとなっております。まあ、20世紀にはですね、このラトビア独立の、そういった機運がね、高まりまして、ロシア革命におきまして、まあ、エストニア人とともに、まあ、ロシア、ボリシェビキの戦いというものですね。まあ、さらに、バルト連合公国の設立を目指しました、まあ、バルト・ドイツ人にも、勝利を収めております。まあ、この勝利がですね、このバルト・ドイツ人というものによります、まあ、約700年に及ぶですね、まあ、支配からの脱却というものを意味しております。そしてまあ第一次世界大戦後であります1919年にはですね、まあ、民族、自決、まあですね、これは、一民族、まあ、一国家というようなね、考え方の原理に従いまして、まあ、独立を勝ち取ります。そしてその後、まあ、ソ連の動きによりますですね、まあ、内戦などもありましたが、翌年にはですね、まあ、ソ連と、まあ、和平条約、平和条約を結びまして、まあ、民主主義体制の下で独立を確立いたします。しかし当時ですね、国内ではまあ39もの政党っていうものが、乱立しておりまして、まあ、政権はたびたび撤退しておりまして、まあ、議会でのまあ立案も、数千にわたるなど、まあ、そういった国内政治の基盤、基礎というものは非常に、不安定だったと言われております。そしてまあ第二次世界大戦が始まりますと、1940年にですね、まあ、ソ連、そしてまあナチス・ドイツの間で結ばれました独ソ不可侵条約、ね、これも一つの、ね、ポイントになりますけれども、独ソ不可侵条約、のまあ秘密議定書というものによりまして、まあ、ソ連に併合され、ラトビアが、社会主義国家となってしまいます。
さらに翌年にはですね、まあ、ナチスドイツが、まあ、不可侵条約を破り、まあ、ソ連に侵攻いたしまして、まあ、ラトビアは、ナチスドイツの支配下に置かれてしまいます。まあ、これはですね、当時、まあ、大砲軍として、まあ、これを歓迎したとも言われております。しかしですね、まあ、そういった、まあ、ナチスドイツの勢いも衰えまして、まあ、再びラトビアはソ連の支配下に置かれてしまいます。そして、まあ、1980年代に入りまして、まあ、最も早くソ連から独立運動が展開されたのがラトビアだったと言われております。まあ、ラトビア国内ではですね、まあ、ソ連が、まあ、裏で手を引きます、襲撃事件というものが、多々起きていたと言われているんですけれども、まあ、ソ連のクーデター失敗の後、こういったラトビアは、ソ連から独立を宣言いたします。そしてその後、まあ、ラトビアを含みます、まあ、バルト三国とかですね、まあ、北欧の方から、まあ、資本を、受け入れるなどしまして、まあ、積極的な改革というものが推し進められます。まあ、そしてこれによりまして、まあ、経済は比較的安定することに成功したと言われております。今現在でもですね、まあ、国境問題とかですね、まあ、このロシアとの関係というのは、まあ、ラトビアの政治に影を、まあ、落としているんですけれども、まあ、2004年にですね、まあ、北大西洋条約機構、これ NATO ですね、そして、まあ、欧州連合 EU に加盟いたしまして、まあ、これによるですね、こういった国際社会の一員として、認められる、つまり、現在の、一歩を、ね、進むかと言われております。まあ、ですので結局ですね、まあ、独立したと思いきやソ連に、支配でドイツに支配でまたソ連に支配で、まあ、第二次世界大戦以降は、ソ連ドイツソ連ドイツと、ね、いうような形で、交互に、ね、こう支配されておりまして、で最後にソ連から、ラトビアは独立という形でございますですね、まあ、非常に、まあ、政治的にも、まあ、文化的にも、世代的にもね、不安定な時期を経てやっと独立したという形でございます。まあ、ですので最後ですね、支配しておりましたのが、まあ、旧ソ連でございますので、まあ、若干ね、そういったソ連的な色、というね、まあ、社会主義的な色というのが、まあ、若干残されている、国の一つでございます。まあ、それはですね、お食事とかもね、そうですね、ちょっと先ほど簡単にご案内した、まあ、ボルシチの、その赤カブを使ったスープですけれども、まあ、夏にね、生まれる少し冷やしたね、冷たい、ボルシチスープですね。あと、普通のボルシチスープもあるんですけれども、といったところですとか、あと、まあ、結構ね、煮込み料理とかね、分類したり、煮込み料理というのが結構多いというのも、ロシアの名残というようなところが一つ入っております。まあ、ですのでね、本当にまあこのバルト三国と呼ばれるようになりまして、まあ、2004年、まあ、13年前ですからね、比較的まあ新しいところでございますね、NATO とか EU でもありましてね、現在のラトビアというですね、国が進んでいられるという形になっています。そしてですね、あと、このドイツ騎士団、そしてリボニア騎士団というものですね、何々騎士団というもの、このね、時代結構多くあったというところでございますけれども、まあ、そちらもね、ちょっとお話をさせていただこうかなと思います。でまず、ドイツ騎士団ですね、当時ね、羽を利かせておりましたドイツ騎士団でございますけれども、まあ、このドイツ騎士団というのはですね、まあ、簡単に言ってしまいますと、ローマカトリック教会の、公認しました騎士修道会の一つという形でございます。まあ、これね、ドイツ騎士団と呼ばれておりますけれども、まあ、正式名称、ドイツ人の、聖母マリア騎士会修道会というですね、まあ、少し長い名前がついておりますが、まあ、通称、ドイツ騎士団ですね、というような名前が、付けられております。
まあ、こちらですね、厳密に言うと中東騎士団というのもまた別なんですけれども、結構日本ではですね、このドイツ騎士団に、中東騎士団を含まれているとかね、まあ、そういったような、形で理解されている場合が多いと言われております。まあ、こちら、ドイツ騎士団でございますが、まあ、12世紀の後半ですね、まあ、聖地でありますパレスチナに、まあ、巡礼をします、まあ、キリスト教の信者の、方の護衛、そして、まあ、病院設立のため、目的で、設立されたものでございます。まあ、このドイツ騎士団のメンバーはといいますと、まあ、中世頃には、十字軍ですね、まあ、十字軍の遠征、第1回、第2回、ね、聞いたことあると思いますけれども、まあ、そういったところですね、まあ、そういった十字軍の、騎士会修道、ごめんなさい、騎士修道会ですね、騎士修道会として、まあ、任務をしていたと言われております。まあ、一般的にはですね、この中東騎士団として、知られている場合が多くなっております。まあ、プロイセン地方ですね、まあ、当時のドイツのあたりでね、プロイセンのあたりを、統治しておりまして、そして東の方のね、植民地を開拓する先駆けとなったものでございます。まあ、テンプル騎士団ですとか、あと、まあ、聖ヨハネ騎士団、ね、っていうのも、名前。まあ、これ結構、マルタとかね、そちらの方に行くと、こういうお話でよく出てくるんですけれども、まあ、そういった、騎士団とともに、まあ、中世ヨーロッパ、まあ、三大騎士、修道会の一つに、数えられるものが、ドイツ騎士団というものでございます。まあ、元はといいますとね、その、巡礼者の、護衛とかね、そういうのが、理由、ね、目的のための設立でございましたけれども、このバルト三国ですね、このドイツ騎士団が入ってきた頃に、はですね、よし、じゃあお前ら、キリスト教を信じなさい。信じなければ、まあ、強く言っちゃうと殺すぞみたいなね、とか、あとは征服するぞとかね、まあ、そういったような意味合いを持っているという形でございますので、まあ、若干この中世の頃の殉教者を守るためのもの、そして、まあ、16、17世紀に入りまして、このバルト三国に入ってきたドイツ騎士団の役割というものが若干異なっているという形ですね。もう、まあ、もちろんそのキリスト教を、ねに関するというものは、変わりないんですけれども、そのバルト三国に入ってきたときは、武力ね、そういったものを力を使って、キリスト教を主教という形でございますので、まあ、そういう意味ではちょっと違う意味合いを、持っていた、ものでございます。別にございまして、これリボニア騎士団、リボニアのキリスト騎士、修道会というですね、名前でございます。まあ、これね、これもですね、こういった、騎士修道会の一つという形でございますけれども、1202年に、設立しておりまして、翌ですね、1237年には、先ほど言いましたドイツ騎士団というものに、併合、まあ、つまり吸収されております。まあ、現在ですね、まあ、ラトビア、そして、まあ、エストニアの方にかけまして、位置しておりました、このリボニアというところですけれども、まあ、キリスト教徒、そして、まあ、現地の異教徒、まあ、偶像崇拝をね、する方、の、混在しておりまして、日に日にですね、まあ、小競り合いが増えてきたと言われております。まあ、そんな中ですね、まあ、1199年、このリボニアの、司教区のですね、まあ、司教に任命されました、まあ、司教会のアルベルトさんという方ですね、まあ、それが何々会とか別に覚えてないんですけど、アルベルトという名前ですね、ご紹介できます。リボニアの司教区の、アルベルトさんですね、アルベルトさんが、まあ、当時の教皇でございましたインノケンティウス3世にですね、この十字軍の許可を願い出ます。でこのアルベルドさんは、そういった十字軍の騎士を集めまして、まあ、1200年ですね、の3月に、まあ、リガに移動しまして、まあ、こういった十字軍の力により、まあ、その周辺の異教徒、そういったリーブ人を服属させる目的で働きかけます。
そしてまあこのアルベルトさん、まあリーゴ人を使いましてですね、まあリガを増築しまして、まあ1201年、ですね、まあ自分のこのリボニア司教座の、位置をですね、まあ以前の、以前ですね、エクスキュールというところがあったんですけれども、そこからまあリガに移させたと言われております。そしてまあ翌年ですね、このアルベルトさんはリガ城、これから皆様、次バソルートとリガ城の前ですけれども、そういったリガ城をまあ本拠地としまして、リボニア騎士団というものを設立いたします。まあ、当初のですね、こういったリボニア騎士団のメンバーはといいますと、まあ、リガまで連れてまいりました十字軍兵士ですね、からは、まあ、この通り今入団した人間が、オーバーだと言われております。そしてまあ、永続的にですね、このリガにとどまりまして、リガの兵器ですね、リガを守ったと言われております。まあ、こういったね、リボニア騎士団によりまして、このリボニアの地域はですね、まあ、あらかた、征服されておりまして、まあ、エストニアの支配権をめぐって、まあ、今度はスウェーデン、そして、スウェーデンと戦います。まあ、当時ですね、デンマーク王の、ベルマ、バルデマー、ごめんなさい、バルデマー2世ですね。バルデマー2世の、支援を受けました騎士団でございますけれども、まあ、バルト海に浮かびます、エストニア人が、おります島々ですね。ちっちゃい島々ですとか、あとは北部エストニアを占領いたします。